皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太郎です。2022年になりまして、ウイルス騒動始まって約2年が経ちました。それでこのウイルス騒動になってですね、私もそうですけれども、世の中の人々の本性というものが、そのウイルス騒動を通じてね、人々の本性というのがあらわになったと思います。人がね、危機的な状況に陥った時、それぞれの人がどのような行動をとるかというのがすごくあらわになったなと。それ、騒動より前、ウイルス騒動より前、2020年より前というのはね、まあこう口だけというとちょっと語弊があるかもしれませんけど、こう結構かっこいいことを言ってるなという人も結構いたんですけれども、その騒動が始まって、その騒動より前ね、の言ってることとその人が取ってる行動というのは違うなという人も結構ね、見受けられました。まあいずれの人においてもですね、こう世の中が危機的な状況になった時、やっぱり人間の本性というのがすごく現れてくるなと、まあ、私もそうでしたけども。そしてですね、騒動から2年が経ちましたので、やはりですね、それぞれの人がどのような行動を取ったかによって、その後の人生がどう変わっていったかというね、結果もやはり騒動から2年が経ってこう見えつつあるなと、見えてきてるなという感じがします。それでまあその本性、まあそれぞれの人の知識あるいは考え方、そして行動力ね、そういったところがこう見られてきたんですけれども、まあ幸せな人生をそれでも歩めている人、まあ、騒動に押しつぶされて、ね、人生を狂わされてしまっている人、ね、周りに流されてしまっている人、こういろいろいるわけですけれども、私なりね、自分の人生、ここ2年の、生き方、あるいは周りの方々の生き方というのをいろいろ見て、感じたのは、やはりこう幸せに生きていくためには、知識と勇気、この2つが必要だなというふうに感じました。はい、知識と勇気で、まず知識ですけれども、やはりですね、まあこのウイルス騒動というのは、まあ、病気の話ですから、どうやったら、病気にかかりにくい、体になるか、ね、その予防策というのが、まあ、予防策、生活習慣というのが大事なわけですけれども、例えばまあ、今 YouTube のプラットフォーム上ですから、ちょっとぼやかした言い方しますけど、マスクの網目とウイルスの大きさ、どちらが大きいですかと、ね、いうことを聞かれた時にやっぱり答えられない、わからないというのでは、知識が本当にあるのかなと、ね、そういうことを知らずしてこうつけるというのはどうなのかなと、ね、あとは長時間長期間、ね、マスクを着用するとどうなるか、あとは、例の注射ですね、を打つと、どういった、ね、メリット、そしてデメリットがあるか、ね、それを知らずしてただなんとなく打つというのは、いかがなものかなと、ね、で、知ろうが知らないがその人体に対する影響というのは、ダイレクトにきますから、それで万が一ね、人体に悪影響があったということで、やはりこう幸せな人生と歩むという意味では非常にこう厳しいのではないかなというふうに思います。だからまず知識ですね。まあとはいってもですね、こう、この騒動ですごくあらわになったんですけれども、思ったよりこう世の中の人々というのはあまり知識こう本当にあるのかなというふうにこう疑ってしまう場面というのは結構あります。それでこう人間は繰り返しに弱いんだなというのを感じまして、まあ繰り返し、まあ言い換えるとテレビですね、テレビとか周りの同調圧力といったものにすごく流されやすいんだなと。で、思ったよりこう人間はそういうふうに、自分で考えないで、ね、その周りの情報をただ鵜呑みにして、あるいは周りに流されて生きている人が思った以上に多いんだなということを感じました。で、私がね、そういった方々一人一人をこう何とかこう気づかせようというのはなかなかこう正直言うと厳しい話ですので、まあ思ったよりこう自分で考えてない人がこう世の中こう多いんじゃないかなというふうにこう
いうのを去年まででこう気づいたので、今年のテーマとしては、でもやっぱり人間関係というのは大切ですから、そういった方々とどうやって付き合っていくかと、ね、いう対人関係ですね、こちら側の問題、うん、こちらがどう接していくかというのを、まあ、今年のちょっと個人的なテーマという形ではちょっと扱っていきたいなと思いますけれども、やはり各個人においては、自分で調べて自分でよく考えるという知識がまず幸せに生きる上では必要ではないかなというふうに思います。そしてもう一つは勇気です。いくら知識があると言っても、それを行動に移さなければ結果として生まれてこないわけですね、はい。それで最近ですね、ちょっと気になるニュースがありまして、ゴールドマン・サックスという、まあ、外資系でのもうトップ企業ですよね、非常に優秀な方々が集まる企業ですけども、そこの企業についてですけれども、今後はですね、そこで働きたいのならば、この注射を打つことが、義務としますという、通知が来たようです、はい。それで、まあ、この注射については賛成派反対派いるかもしれませんけれども、もうですね、この注射が始まって1年が経ったわけです。ということは、注射を打ってどのような影響が人体に出るかという結果は、ゴールドマン・サックスで働くような人であるならば、とっくに分かっているはずです。はい、100% 安全とはやはり言えないですよね。まあ、基本的に薬ですから。薬というのは、用法、用量を正しく守って使わなければいけないもの。でも時として、やはり、そういうね、人体に、悪影響を及ぼす危険性が実際出ているという結果はありますよね。まあ、詳しいことはちょっとここのプラットフォームでは言いませんけれども、100% 安全ということはちょっと言えない。で、それは多分分かっていると思います、ね。ゴールドマン・サックスで働くような分析力に優れた人たちならば分かっていると思います、はい。それでも打つ、ね、100% 安全とは決して言えないものに対してそれでも打つ、ね、まあいうことですよね、はい。で、まあ、なんでそういうことを、まあ、分かりません、今後ね、どれくらいの社員さんがそういうことをするか分かりませんけれども、まあ、おそらく結構な割合の方が、まあ、その会社の命令に従うのではないかなというふうに思われます。なんでそういうことをしちゃうんだろうと、ね、知識があってもなぜそういうことをしてしまうんだろうと、ね、いうふうに思ってしまうわけですけれども、やはりちょっと外キンコンってなってますけれども、ちょっと続けますね、はい。なんで続けるんだろう、そういうことをやってしまうんだろうというのは、やはり知識だけではなくて、それを行動に移す勇気が、まあ、持てないというところがあるんじゃないかなと。まあ、分かりやすく言うと、まあ、そこの会社を辞めてしまったら、ね、今と同じような収入が稼げないんじゃないかという不安ですよね。一番はそれだと思います。うん、まあ、でもですね、まあ、私自身が、まあ、ゴールドマン・サックスほどじゃありませんけれども、公立高校の教員を辞めて、ギタリストという道に進んで実際感じていることですけれども、自分の心にね、嘘をついてまで、稼いだお金で生きるっていうことが果たして幸せなのかなというふうに私としては、思います、うん。まあ、それはね、やったことがないとなかなかわからないと思います。だってお金がなくなるじゃないかというふうに言われてしまいますけれども、意外とね、自分の心に聞いて自分の魂が喜ぶ生き方の方を選んだ方が結果としては幸せな人生を送れているというのは、これ私の経験ですごく自信を持って、言えることです。ですから、こう自分の魂が喜ぶ方に勇気を持って進むということが、時としてはこう大切な場面というのが出てきます。そういう勇気を試される場面っていうのは、どの人にも人生何回か訪れます、ね。まあ、私もそれで要所要所で、そういう選択をしてよかったなというふうに今では思っています。そしてですね、その勇気が試される場面で、ちょっとおじけづいてしまって、ね、自分の心に嘘をついて違う道を進んでしまうと、ますますですね、その道から抜けられなくなるということがあるんですね。
そのゴールドマン・サックスの人もそうですね、ずっとその会社にいたらますますその会社から抜けられなくなると、ねいうことになりますよね。どうしても、お金第一主義になるかもしれませんよね。ということですから、そのできるだけ、早い段階で、ね、自分の心に正直に、ね、自分の魂が喜ぶ生き方の方を選ぶ、ね出ないと、後々大変なことになりますよと、ね、ですから、その必ずそういう場面というのはどの人にも、来ますので、勇気を持ってね、今後の人生を、ね、歩んでいってほしいなと思います。そして私自身ね、勇気を持って良、かったなという場面、あとは昔ですけども勇気を持たずに、選ばなくて後悔した話もありますので、それは後日ねまた別動画でお知らせしたいと思います。幸せに生きていくためには知識と勇気が大切ですよというお話でした。ではさようなら。